皆さんこんばんは、古田博之です。この放送はイケメンさんの提供でお送りいたします。イケメンさんどうもありがとうございます。はい、前回のラジオで申し上げたんですけども、この YouTube ラジオでは、個人スポンサー枠っていうのを設けていた、設けさせていただいております。で、今僕が言った、この放送はイケメンさんの提供でお送りいたしますっていうこの枠ですよね。で、この枠は、YouTube の概要欄のリンクから、購入していただけると、ここで僕が、ニックネームであったり、ペンネームであったり、まあ、本名であったりっていうのを、提供枠として、皆さんにお伝えさせていただきます。で、まあ、前回のラジオで詳しくお話ししているんですけど、ここで集まった、支援金っていうものは、全額、サッカー少年団、サッカー部、サッカークラブ、サッカースクールに、僕が責任を持って支援をさせていただきます。はい、その理由っていうのは、前回のラジオ放送で、詳しくお話ししているんですけども、まあ、もう一度ね、簡単に言うと、僕自身がその単発指導で、いろいろなサッカーチームであったり、サッカークラブであったり、サッカー部であったり、行った中で、物品っていうのが本当に皆さんどのチームも結構古いものを使われていたりとかして、ゴールであったりボールであったりっていうのがなんかすごくボロボロだったんですね。で、まあ理由は聞いてないんですけど、おそらく学校っていうのは、まあ、サッカークラブとかはあまりないかもしれないですけど、まあ、部活動ですよね。主に学校っていうのはその年間の予算っていうのが基本的には決められていて、その物品を新調するなんていう予算学校とかにはないんですね。なので、ずっと昔から古いものを使っていたりとかする現状を見て、そして、部活動の先生とか顧問の先生たち、コーチたちが本当に多忙な姿を目の当たりにして、あ、これは何か自分ができることないかなと、本当にまあ、生徒たちもそうですけど、与えられたメニューを先生来るまで一生懸命ね、生徒たちだけで頑張ってやっているので、そういう現状を目の当たりにして、自分自身がこれまでプロサッカー選手として、物品ですよね、ボールもユニフォームも練習着もスパイクも、全てチームから用意していただいて、チームのマネージャー、まあ、ホペイロって言われる方たちとかが綺麗にしてくれて、普通に毎日サッカーできてたっていうのが本当に当たり前ではなかったんだなっていうふうに本当に思ったんですね。高校とか中学回って、あ、こんな状況でもっていうとちょっと失礼かもしれないですけど、どんな環境でも本当に一生懸命純粋にボールを蹴って、本気でプロを目指している子どもたちってこんなにたくさんいるんだなって、やっぱりプロ だとそこまで目が届かないというか、やっぱり実際リアルに学校とか自分自身の足で回って初めて知ったことだったので、なんか自分にできることないのかなって思っていた中で、まあ、このラジオのスポンサー枠っていうのを作ることによって、そこで集まった、お金をしっかりそういうクラブであったり部活動、サッカー部に、支援したいなっていう思いで、このスポンサー枠、を提供枠を、作っています。なので、協力していただける本当に、心優しい方はこの YouTube の概要欄のリンクに、貼っておりますリンクから、購入していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、今日のスポンサー枠の提供枠イケメンさんなんですけど、これ僕誰か分かってるんですよ。なんでかっていうと、まあ、僕購入していただくと僕の方にメールが届くので、ピコンっていう感じで、スポンサー枠購入されましたみたいな感じでメールが来るんですけど、メールアドレスとかも入力していただいてるんですね。それはなぜかっていうと、もちろん何か、決済がうまくいかなかったりとか、何か不具合が生じた時に、やっぱり連絡をこちらから取れるようにしないとちょっと問題があるので、なので、本名かニックネーム、ペンネームとメールアドレスを入力する欄があるんですけど、まあ、一番下に質問欄とか、メッセージ欄とかもあるんですけど、まあ、そこから、メールアドレスを見ると、まあ、もちろんメールアドレスここで言うことはできないんですけど、個人情報なので、あの人だなって分かったんですよ。で、その人っていうのが、まあ、メールして、あ、購入していただいてありがとうございますという DM をすぐに送らせていただいて、ああ、全然、もうありがとう、頑張ろうな、一緒に、みたいな感じで、本当明るい方なんですけど、メッセージいただいて、この、
スポンサー群のね、提供をご購入していただいたこと、そして、今の活動とかをこう言っていいですかっていう、このラジオ、僕のラジオの中で、あなたの活動とか、をちょっと喋っていいですかみたいな、を言ったら、快くいいよっていう感じで言ってくれたので、ちょっとこの提供枠を購入していただいたこのイケメンさんですよね。イケメンさんについて今日はお話ししたいと思います。はい。で、まあ、このイケメンさんって、誰なのかというと、もちろん、知らない方がほとんどだと思うんですけど、深川さんという方がいて、ともさんって僕は呼んでるんですけど、もともとコンサドーレ札幌の、プロサッカー選手で、で、僕はこのともさんとどういうつながりがあるのかというと、ともさんは僕がユースの時ですね、北海道コンサドーレ札幌の、アンダー18、ユースだった時のコーチですね。で、監督は、まあ、今トップの、コーチのよむださんが監督で、コーチが、深川ともさん、そして、財前さんだったんですけど、まあ、財前さんはコンサドーレの監督もやられましたよね。はい。で、そのともさんと引退してから、何回か連絡を取り合って、オンラインサロンとかもやってるんですよね、ともさん。で、そこに僕も入らせていただいたりとかして、ともさんの活動であったりとか、で、僕の活動もすごく応援してくれて、で、電話も本当に長々と1時間ぐらい僕の相談とか聞いていただいたりとか、まあ、やっぱり自分自身がプロサッカー選手から引退してセカンドキャリアでいろいろ活動する中で、多分そのセカンドキャリアの難しさであったりとか、その選手特有の悩みとか、すごく理解してくれてると思うんですよね。なので僕自身のその活動に連絡くれて、頑張ってねとか、どうとか、こうしたらいいんじゃないとか、相談に乗ってくれたり、アドバイスしてくれたりとかして、本当に、僕自身救われたんですよね。それで本当にセカンドキャリアって本当に問題で、いろいろ難しいんですよね、やっぱり。で、その中でちょっと待ってください、カメラがずっとストップ、カメラがずーっとなってるんで、ちょっと一回カメラ直しますね。はい、すいません。はい、すいません。カメラがずーってなって、どこまで話したっけ、すいません、どこまで話したっけ。あ、もうサッカー選手のセカンドキャリアってすごく問題だらけで、まあ、僕自身、そういうサッカー選手のセカンドキャリアに、やっぱり、セカンドキャリアに悩む人たちに勇気を与えたいって思いもあったりとか、自分自身が本当に挑戦し続けて、チャレンジし続けて、サッカー選手のセカンドキャリア問題っていうのをこう払拭したいんですよね。もう道を切り開いていきたいっていう思いがすごくあって、まあそういう思いが、まあともさんには伝わったのか、まあともさん優しいから多分そういう僕の思いっていうのが多分分かってくれてると思うんですけど、すごく応援してくれてお世話になって、で、今回、第1回目のこのスポンサー枠ですよね。提供枠、購入していただいて、本当にありがとうございます、ともさん。本当にお世話になりました。で、僕のユース時代の軽く思い出というか、をお話しさせていただくと、僕が人生の中でプロなる前の、本当スランプって言われるものですよね。スランプっていうのはもうなんか、とにかくなんかうまくいかないみたいな、プレーがなんか結果出ないみたいな状況が、実はユースで一回来てるんですよね。小中っていうのは本当に苦労した覚えがなくて、プレーも本当に思い通りのプレーがずっとできたんですけど、高校生の時は、まあ、中学3年生ぐらいの時に、まあ、ユースに上げてもらって、高校3年生の試合に出させていただいたりとかしていたんですけど、本当にコンサドーレ札幌さんには本当に感謝しているんですけど、本当に小僧の僕を、まあ、ジュニアユースの僕をユースに上げてくれたりとかしていたわけなんですよね。で、その中ですごく、まあ、時期的にもそうだけどわからないんですけど、すごくうまくいかなかったんですね。スランプというか、本当にやることなすことうまくいかない。そして中学と高校ではスピードも何もかもが違う。で、自分も思春期だったのかな。なんかいろいろこう、イライラしてたというか、なんかすごく人に当たったりとかしていた時期があったんですね。で、本当にシュート練習とかもうまくいかなかったりとかして、それこそともさんはもともと、ストライカーというか、生粋のフォワードの方だったので、シュート練習とかずっと見てくれて、指導してくれたんですね。で、僕は本当うまくいかなくて、本当に投げ出したりしたし、練習を投げ出しそうになった日もありますし、うまくいかなくて涙した日もあったんですね。でもそんな時、ともさんは、本当にいつも通り明るい方なんですよ。本当に明るい方で、いつも元気づけてくれて、チームを盛り上げてくれていましたし、僕自身にもこう、いい距離感で、
の僕は結構あのクールというかこうツンツンしていたので、何かこうあの慣れ慣れしく話しかけることもなく、なんかまあ僕こんなこと言うと僕偉そうですけど、なんか本当にトモさんが寄り添ってくれたみたいな、もちろん山田さんとか財前さんもそうなんですけど、あの特にトモさんっていうのはあの明るい方で、カメラまたずーってなってますね。ちょっと待ってください、ちょっともう一回すいません。カメラをね、ちょっと今日ソファーの上に置いてるんですよ。それがダメですね。これちょっとやめますね、このアングル。はい。あの、どこまで話したっけ。まあ、そうそう。まあ、本当にお世話になった中で、トモさんには、特にね、そのユース時代もそうですし、現役をね、引退しても、たまに連絡をくれたりとかして、気にかけてくれているので、ユース時代の思い出としては、本当にやさぐれていた僕を、サポートしてくれた存在でしたね。そして今もなお、こうして応援してくれている、あの本当に感謝しています。そして、ユース時代、高校時代、本当にご迷惑をおかけしました。本当にすみませんでした。あの僕も若かりし頃であのツンツンして、なんだろうな、コーチとかのアドバイスとかを、受け入れられていなかったこともありましたし、うまくいかなくて本当にイライラしてた時期もありましたし、あのそういう時期を経て、プロになって、メンタルのコントロールであったり感情のコントロールを学びましたので、ぜひね、今もジュニアユースとかユースとかでこう多感な時期だと思うので、その学生さんたちは僕のこの言葉をね思い出して、あ、古田でもそういう時期があったんだと。そして親御さんも今ね、学生でサッカーに打ち込んでいる学生、あの子供をお持ちの親御さんも、安心してほしいと思います。必ず、みんなが通る道だと思うので、そこをしっかり乗り越えて、サポートしてあげたら、間違いなく子供っていうのは成長していくので、ぜひ温かい目でね、親御さんたちは、難しいと思うんですけど、自分の子供ってなると、見守ってね、欲しいと思います。はい。こんな感じでちょっと軽く今日は、ユース時代の思い出と、まあ、僕のツンツンした時期もあったんだよっていうあの思い出話をお話しさせていただきました。引き続きね、YouTube、ラジオ、そしてその他のコンテンツ、配信していきますので、YouTube のチャンネル登録お願いいたします。そして、主にインスタグラムでも配信していますので、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。主にストーリーズとかで日々あのしょうもないことを発信しているのでよろしくお願いいたします。はい、では、今日の放送は以上になります。はい、では皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。